町に響き渡る子どもたちの元気な声と笑顔。ここは大熊町の復興拠点、大河原地区です。震災原発事故から12年、先月町内での学校機能が再開し、子どもたちの姿が戻ってきました。まあ嬉しいですね。何にもないところにほら引っ越してきたもんですから、子どもがいっぱい行ったり来たり行ったり来たりしてて、わあ嬉しいな、楽しいな。始まりの式には26人の子どもたちが出席。校舎は現在建設中のため、しばらくの間は町内の施設で授業を行います。天気をやってたんですけども、じゃあまずね、教科書をちょっと開いてほしいな。役場の会議室を覗いてみると、5年生の理科の授業が行われていました。大熊町に新たに設置された学びや夢の森は、認定こども園と小中学校が一体となり、0歳から15歳までが一緒に学びます。大きい雲、小学5年生の後藤愛瑠さん、震災後に生まれ大熊町で暮らすのは初めてですが、学校生活は楽しそうです。おいしい給食いただきます。コロナ禍では行われなかった対面式での給食、子どもたちの笑顔も戻ってきました。アイルさんの弟龍星くんも学びや夢の森に入学しました。僕さんは自転車めっちゃでっかいの持ってる。本当。子どもたちも新しい生活に慣れてきたようです。一緒におしゃべりして食べられるのが楽しいなと思ってます。放課後、龍星くんは自慢の自転車遊び。後藤さん家族はこれまで猪苗代町で避難生活を送っていましたが、子どもたちの教育を考え、先月から大熊町に戻ってきました。いろいろ不便だったりっていうこともありますけど、やっぱり子どもたちが楽しそうにしてるんで、よかったなって思います。楽しいです。いろいろ遊んだり食べたりするのが楽しいです。12年ぶりに戻ってきた町の宝、町民たちも歓迎しています。4年前に町に戻り、災害公営住宅に暮らす新妻茂さん74歳。この日は畑を耕す作業を行っていました。ここにね、ナスとかね、あと万願寺唐辛子、そういうのをいいかなと思って。町民を明るく出迎えたい。新妻さんはふるさと大熊町に花や野菜を植え続けています。今年から子どもたちも来たからね、よかったと思います。やっぱりね、小さい子どもたちのキャ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 とか遊ぶ姿を見ると、やっぱり気分的にね、嬉しいもの、新妻さんはこれからも戻ってくる人や子どもたちのために畑や花で出迎えたいということです。通る人が心ちんとでも癒されればなと思って、やってます。この日、後藤さんは震災前に両親が暮らしていた家に向かいました。大熊町は町の半分の地域で避難指示が解除されていますが、現在住んでいる人は1000人余りと震災前の1割に過ぎません。家屋は数年前に取り壊しました。アイルさんがこの場所に足を運んだのは初めてです。今の住宅が子育て支援住宅で、子どもが18歳までしか住めないので、いずれここに戻ってくるねっていうことを話してます。戻ってきてよかったと思いたいですね。ただ本当またここで
新たな生活を始められる日を心待ちにしてます。お父さんはここで新たな夢を育んでいます。広くて家に建てるのにいいと思う。大熊でパティシエをやってみたいな。パティシエ、お店ここに建てるか。いや、僕はここで公園作ってほしい。ここに公園作るの？うん、お家建てらんなくなっちゃうよ。流星くんは将来何になりたいの？建築士。今は雑草が生い茂るこの場所ですが、家族の夢は膨らみます。親じゃない、ちゃんとお家を建てたいのよ。こっちに私のね、うん、みんなで住む家だよ。ん、うん、あ、いるのお店兼住宅か。うん、そっか、それをここに建てる。僕が建築士だから、うん、多分ここにいろんなものを作れるよ。ポインポインって町に戻ってきた子どもたちが大熊町の未来を担っていきます。後藤さん家族、まだまだ生活で不便な点はあるものの、またふるさとこの大熊町で再建を夢見ているんですよね。はい、まあ、未来を担う子どもたちが戻ってきたということで、まあ、新しい大熊町の復興につながっていくといいですね。はい。